かな。こんばんは。やっほー。こんばんは、皆さん。やっほー。夜もやってきた。今日は3回もしてるよ。はは。3回もしてました。え？ 71 円に下がってる。寒がりサンタ。寒がりサンタ。下がってた。今月、ほんとたくさんさ、ショールームするって言ったのにさ、全然さ、やれてないから。明日もやる。明日お昼ぐらい、午前中になる気がする。明日珍しく午前中にショールームする予定。する予定。する予定でございます。イベント参加してるの？うん、してない。イベント参加してない。してないけど、って感じ。なんかさ、今月のさ、頭の方さ、自分がさ、インフルなったからなんだけどさ、全然さ、できなくてさ、できなかったから、今巻き返そうと思って、毎日いっぱいやろう。後半戦毎日できたらいっぱいやりたいと思います。今日は公演でしたよ。イェーイ。久々の公演はマジ体力がなくてびっくりしました。久々でした、公演。今日は FC 限定だったので、重力シンパシーとラビリンスしました。ラビリンスしました。で、久々にメンバーと会った。この1週間、全然会ってないから。明日もいっぱいしちゃうからね。明後日もし明後日も毎日しちゃうからね。ラビリンスめっちゃレアでしたよね。めっちゃ久々だった、ラビリンス。じゃあ、あれ、衣装。すがらの衣装じゃないけどね、あれ。あれ、すがらの衣装じゃないけどね。すがらの衣装って書いてあるのかな？書いてたら、書いてあるのかな？書いてあるのかな？書いてあったのかな？どうなんだろう。ラビリンスまたしたいです。なんか前回やった時と違う。あ、すがらのって書いてあったんだ。そう、あれ。なんか何パターンかあるんですけど、菅原と同じ形の人もいるんです。なるほど。菅原が今日来てる人のメンバーだったから帰ってくれたのかな。嬉しいな。ラビリンスまたやりたいです。でも久々にさ、やってさ、なんか、菅原がさ、やったのはさ、なんだっけ、埼玉スーパーアリーナかな。まあ、なんかそこら辺の時期にやったんですけど、その時はさ、1サビで終わってたからさ、それから1サビまでのさ、記憶しかなくてさ、感想なんてやったっけみたいな。振り目見たらさ、あってさ、まあやらずに、一回も感想とか振り入れしたことあるけど、一回も皆さんの前で披露したことなかったんだと思って。ちょっとびっくりしました。こんな感じなんだって。SSA、そう、2018年。2018年、なんかメドレー、チームイメドレーみたいな感じで。感想もやることあるんだって。そしたら久々にやったら、こんな振りも付け足されてたんだってなりました。新しかった、振りが。変わってた、ちょっと。ラビリンス。じゃあ次。
なんか一回披露してるんですけど、多分ラビリンス、披露したことあるのって多分、SSA が初めてじゃないの？そう、入学式の時だと思う。やったことあんのかな？その前にラビリンスってやったことある？やったことない気がするんだけどな。やってた？ラビリンスって。いや、栄ファン入学式でやってるんですけど、その時が初めてな気がするんですよね、ラビリンス。菅原が知らない時代にやってるのかもしれないけど、ラビリンス。菅原はチーム委員入って初めてやった。ラビリンスはその入学式、栄ファン入学式の時に初めてやったんですけど。そっからやってなかったから、めっちゃ久々、5年ぶりとか。レナさんやったのかな？でもやったらね、振りあるはずなんだよね。やってないって思うんだよね、多分チーム委員で。レナさんがいるときにはラビリンスやってない気がする。だって菅原たちが初めてフリー入れしたんだもん。ラビリンス何のカップリング？わかんないです。わ かんない。前のめりとか。前のめり、その前とかじゃない。コケティッシュとかじゃない。どうなんだろう。コケティッシュとかな気がする。か、あれじゃない。前のめりじゃない。豊下やってない気がする。で、やってたらね、フリーでしてないはずなの、菅原が。一から、振りを作ることはないから。菅原が初めてない、初めてじゃない。初めてやったときは、多分、SSA。だから入学式のときが初めてな気がする。だってさ、菅原を押す前にレナさんを押してた人とかも結構いると思うけど、覚えてないってことはそういうことなんじゃない？ じゃあ次やるときは真ん中でやろうと思います。折り面じゃないです、ラディリンスは。私は。ちょっとリップ濃くなっちゃった。まあ。次ラビリンスあったら 次ラビリンスあったら真ん中で、ちょっとあの振り好きだから、あの走る感じ可愛くない？可愛いですよ、初めての新公演参戦だったの？どうだった？初めて見たけど、可愛かった。私が？それともラビリンスが？ちょっと、とても吹きたくて、アルコールにしたけど、荒れそすごい。なんか、菅原さ、ちょっと前にさ、なんか、ラーメンのために我慢してるみたいなさ、言ったじゃないですか。最近ちょっと我慢してるみたいな。衣装緩くなってて、嬉しかった。衣装が緩くなってて。嬉しかったです。成果ありました。でもラーメンって相当太るんだなって思いました。ラーメンって。ちょっとみんなにはあんま分かってないと思うんだけど、なんか衣装詰めることができて嬉しくなりました。気づかないと思いますが、皆さんからしたら。ジムにも行きなさいよって思うじゃん。言ってるんですよね、それが。それが言ってるんですよ。みんな知らないと思うけど。
嬉しかった。でもさ、そうやってさ、調子乗って食べたくなる。双眼鏡で見ていたよね、思った。双眼鏡で見てる。え、ちょっと痩せてるって思った。え、気づいてくれたの、嬉しい。そう、正月とかに向けて、やっぱ誕生日痩せてたいからさ、嬉しい。ちゃんとさ、やってんだよ。ジムは有酸素です。有酸素するし、あと、内もも鍛えてます。でも本当は背中とか鍛えた方がいいんですよね。姿勢が、なんていうの、開いてるから、肩甲骨めっちゃ。じゃあ、ランニングマシーンができないんですよ、だからそれはできないんで、漕いでます。漕いで、漕いで、漕ぎまくってます。嬉しい。首とかガリガリになった。そうかな。チャリできたよ、本当に。嬉しくて、今日結構マジで、衣装さんと、みたいな。衣装さんと、ねえ、痩せたかも、みたいな。痩せたかも。嬉しくなっちゃった。衣装さん見たけど、ちょっと縦に、なんか、え、細くなったよ、みたいな。衣装さんも言ってくれて、え、定点で見たけど、多分細くなったよって言ってくれて。嬉しい。でもこれさ、今だけだったら怖いですよね。今、ラーメン食べてないからさ、ラーメンも食べてないっていうのもあるんだけど、痩せようと思ってさ、痩せてるじゃん。お腹全然プニプニなんですけどね。まず脂肪を落とさないといけないんで、私は。嬉しくなっちゃった。嬉しくなっちゃったよ、本当に。嬉しくなっちゃったよ、本当に。ベスト体重って思ってるのある？ベスト体重？わからん。菅原基本ベスト体重ないからさ。ね、正月食べ放題したいからさ。もうちょっと頑張るわ。でもやっぱ、あれも、やっぱピクミンのおかげもありますよね。ピクミン。体の感覚的に。でもなんか、わかんない。もうちょっとさ、食事制限もさ、してるんですけど。そのラーメン食べないとか。ラーメン食べる頻度を落としてるっていうのもあると思うんだけど、なんか普通に体力ないかもって思う。食べたい欲やばい。食べちゃいない。食べたい時は食べた方がいいって。でもラーメンって相当本当に菅原の爆弾だったんだなって思った。爆弾。ラーメンちゃん。あと最近はちゃんと湯船使ってるんですよ。いや、ラーメンは本当にね、やめれないんだよ。わかる。わかる。でもね、ラーメンちょっと我慢したら、痩せるんだよね。ラーメンってマジでさ、すげえぜ。すげえぜ。お風呂も入ってるからだと思う。湯船に、別にお風呂、
なんかあんまお風呂好きじゃないんですけど、シャワーが、だったんですけど、湯船浸かるようにしたら、いい感じだった。バッキバキでした。え、お腹が お腹がですかね。でもさ、何が、お風呂の何が、まあ、お風呂ってさ、上がった後もさ、だるいんだけどさ、あと何が一番ってさ、そのお風呂入ってる時にさ、目覚めちゃうんだよ。眠たいはずなのにさ、なんか目覚めちゃうんだよね。寝たいのに。眠たいのにさ、眠たいから早くお風呂入ってちょっと湯船に浸かろうと思って、目バキバキになってんの。目バキバキになってる。じゃあすごいお風呂の多分ね、使ってる時間も結構長い。30分ぐらい使っちゃって、30分ぐらいは絶対使ってるんですよね。お風呂。髪の毛洗うまでに、30分ぐらい、使ってて、でその後に髪の毛洗ってトリートメントとかしたら10分ぐらい、また合計40分ぐらい湯船使ってるかも。使っちゃうんだよね。うん、スマホ持ち込んでる。ツムツムしてるよ。でもさ、一つ言うけどさ、何時に寝るかなんてわかんなくね？わかる？何時にさ、寝るかわかんなくない？何時に寝るかわかんないから、そんなさ、なんか寝るちょっと前、スマホいじんない方がいいよみたいな言うけどさ、普通に考えてみてさ、わかんなくね？寝る時間なんて決まってない。普通に考えて無理じゃない？全然無理だけどって思っちゃう。だってさ、寝ようって思ってもさ、全然寝れない時だってあるじゃん。こうやってもう目パキパキみたいな。いや、無理だよ。だから、そんな無理だよって思いながら。そんな無理だよって思いながら、なる。毎日違うじゃん。でもやっぱさ、次の日お休みとか予定なかったらさ、めっちゃ遅いしね。早く寝ようってなんないよね。急なでかあくび。でも今日は、なんと散歩するか悩む。今日さ、終わった後さ、スタバ飲んだんだよね。終わった後にスタバ飲んだんだよね。あんまり不規則な生活。でももう、すがら8年ぐらいもうこの生活だよ。紅茶飲んじゃったんだよね。あれ飲んだ、スタバ。甘いもの飲みたくてさ、ジョイフルティーラテみたいなやつ飲んじゃった。ジョイフルティーみたいなやつ。飲んじゃった。そう、ジョイフルメドレーティーラテ。長い、このラテの名前。めっちゃ甘いわけじゃないんだけどね。なんかほんと甘いものがね、飲みたくて。でも夜ご飯、お腹空いたのめっちゃ。
めっちゃお腹空いてね、チャーハン、それこそお昼に食べてたチャーハンをね、残してたんだけど、うわ、ちょっと我慢しよう。炭水化物我慢しようってか。だけどやっぱお腹空いちゃってスタバ摂取しちゃった結果。いいのか悪いのか。なし、寒かったの、帰り。寒かったから、なんかあったかいものの飲みたいと思って飲んじゃったんだよね。結果、飲み物でカロリーを摂取してしまった。ショートにすればよかったって、こう、お昼におにぎり食べた。お昼におにぎり食べて、公演前に、なんだっけ、何かあれ、油淋鶏？油淋鶏じゃない、何あれ、バンバンジーみたいな。バンバンジーとチャーハン食べたんですよ。この後、悩む。運動するか。そう、スタバ飲みたかった。あのカロリー、どんぐらいあるんだろうね。300ぐらい。よだれ鶏なの、あれって。なんていうの？キュウリ入ってたよ。よだれ鶏なのかな。ちょっとあんま名前わかって、見ないで。ああ、鶏肉だと思って、鶏肉食べようと思って 食べたんだけど。でもトータルで考えたらあんま食べてなくない？今までの菅原だったら結構もっと暴食してるけど。ね、なんか痩せようと思って痩せないよね。チャーハンも半分も食べてないけどね。半分食べなかった。まあでも公演の前にちゃんと食べたから、それは良かった。公演後にあれ食べてたら終わってた。ああ。でもね、ほのとね、もう予定を立てて、この日に爆食して、この日にこのラーメンを食べて、この仕事が終わったら、この仕事が終わったら歴史刻もうって で、ハッピーセット今日食べたくてね、見たけどね、なかった。売り切れてた。チートデイ、まあ、毎日チートデイなんですけど、基本的に。頑張ったら、ここのラーメン食べて、で、この仕事が終わったら、歴史刻みに行こうって。そう、だから楽しみ。でもやっぱさ、誕生日まで、なんかここまで来たらもうさ、生誕祭まで結構痩せてたくない？痩せてたいよね。痩せてたい。何？毎日はあかんやん。毎日食べるって言ってない？え、言ってた？それは結構なんか自分が走ったことすぐ忘れちゃうんだよ。毎日は食べてないよ。でもとりあえず誕生日までには、てか正月爆食したいからマジで。マジでお正月に爆食したいから今頑張る。マジで頑張る。今本当に頑張ってるの。もう実家で美味しいご飯を食べれることを祈って。頑張るわ。でも普通に、お腹なくなってほしい。お腹の脂肪、なくなっておき。
ですから、ベスト体重わかんないんですよね。自分の中のベストなんてわかんないんですよ。でも去年がね、結構、いや、今も別に太ってはいるんだけど、なんか去年とかの方が太ってる。どうなんだろう。どうなんだろう。わかんない。え、けん、え、すが別にさ、なんか病弱的に細いみたいな時ないからさ。え、なんて言ったらいいの？なんか徐々に大きくなってるんですよ。だからベスト体重とかない。だからその、あの時めっちゃなんかガリガリやばいみたいな時ないかも。わかります？え？あ、理想の体重？理想の体重？もう程遠いよ。なんか結構菅原はあれなんですよ。結構ほんと病弱な、な見た目のカリカリが好きなんですよ。が好きなんですよ。まあ、理想はマジでそれなの。本当になんか、え、マジ細い、大丈夫？みたいな子が好きなの。でも慣れないから、なってない。慣れないからさ。そう。スミオとかもカリカリやんもん。めっちゃカリカリやん、あれ。もう不安、ご飯食べてーってなる。そう、そういうのが好きなんですよ。SK 入った時めっちゃ細くなかった。え、悔しい。そう言われると悔しい。悔しい。でもあの時は、なんか若さゆえの細さもあったと思うんですよ。じゃなくて、その、年齢とかで、その年なのに、そんなカリカリなのみたいな。え、クマさんとかひなのとはまた違うかも。なんか、だから、タニピとか。わかります？言いたいこと。そっちかも。それがめっちゃ好きなの、菅原は。菅原はね、の理想は、まあそれなんだけど、慣れないから、無理。無理。いや、クマさんもさ、脂肪とかないよね。筋肉だよね。ヒナノン。わかるわかる。なんか、タニピとか、ミオマルとか、みたい。な、じゃあ、ミオみたいなカリカリになりたい。まあ、あれが理想だけど、なれないからなってないです。なれないからなってないです。なれないから。残念ながら、なれてないからならないです。確かに、いきなりカリカリになったら、だって1年かけてカリカリになるわ、菅原。来年の今頃は、まやちゃん去年と比べたら本当に痩せたよね、って感じで頑張るわ。でもあんな細いのはすごいよね。めっちゃ。いつかカリカリマヤちゃんが現れるかもしれません。めっちゃ。もしかしたら気づいたらめちゃくちゃカリカリになってるか。
ワイはマヤンがほぼ理想。理想なの、ありがとう。ありがとう。肉は全然あるっすよ。いやいや。でも本当慣れないからね。慣れないの。理想だけ。慣れないんですよ。慣れないです。でも本当にありがたいなって思うのは、なんか今の公演が、なんか今の公演って、なんか普通に、バカ熱くて今。なんか12月なのにさ、なんでこんな暑いんだろうみたいな、公演中。公演中なぜこんなにも暑いのって。なんかさ、お見送りの時めっちゃ寒いんだよね。まあ、めっちゃ寒いとはまだ思わないんだけど。あ、なんか寒いなって思う。けど、この公演はさ、ありがたいよね。だってさ、ほんとこんな、普通みんなからしたらさ、寒いはずなのにさ、なんかもう全然暑いもん。今日もめちゃ汗かいてたわ。めちゃでもないけど、夏に比べたら全然かいてないんだけど、普通にさ、顔赤いなって思うもん。こう、メイク直すとき。それはありがたい。冬でも痩せてて、痩せれますね。痩せれますね。いや、暑かった、本当に。びっくりする。もうさ、だって12月だよ。ゆうかたんはマジ寒そう。菅原はまださ、長袖のさ、衣装、最後衣装だけ。ハタゴンのあのタンクトップみたいな衣装、マジかわいそう、寒すぎて。夏だったらいいけど、冬寒すぎてかわいそうって思う。ねえ、風邪ひかないでほしい。多分、菅原、ちょっとみんなよりはさ、冷たいのに慣れてるんだと思う。慣れてるんだと思う。ね、お腹も出てるしね、あの衣装。かわいそう。寒いよ。本当に、風邪ひかないでほしいですわ。みんな。あのハタゴンの衣装着たらマジ寒いわ。着れねえもん、寒すぎて。とても寒い。ってなる。空調？でも多分空調めっちゃ強いと思う。だってさ、めっちゃ言うもん、菅原。めっちゃ言うもん。本当に。え、空調入ってますか？私、今日もさ、リハ終わった後にマキコさんがさ、すいませんって、メイクさん、なんか、今空調切ったら、暖房切ったら寒いですか？みたいな。っていうぐらい暑いよね。暑いよね。暑いですよね、それは。みんな風邪ひかないでね。なんか今日目違くて嫌だな。いや、でもマジでほんと多分、ちょっとみんなより寒さ強いんだと思う、私、ほんとに。
今日まつげバサバサ？わかんない。なんか最近まつげ終わってんだよね。ねえ、宮城寒いよ。だから友達に言われたらもう雪降ったよって。マジ？マフラーとか必須ですわ。でもさ、寒い時ってさ、普通にさ、はーい、やー。なんか、手袋したらめっちゃあったかくない？なんか服着るっていうか、手袋した方がいいよ、みんな。寒い時。なぜ手袋めっちゃあったかい。手袋するだけでめっちゃあったかくなる。首とかも大事だと思うんだけど、首ってさ、でもぶっちゃけさ、なんていうの、服とかでさ、まだそのここまでのあるじゃん。マジで手袋ほんとした方がいい。イヤーマフも、あ、ね、今日来た。ね、耳。だから菅原さ、基本結構帽子さ、深くかぶってるからさ、耳に関してはめっちゃあったかいんですよ。まあ、66位だ。寒がりサンタ。ありがとうございます。上がってます、順位。ありがとうございます。66位に上がってます。ありがとう。へへ。いや、イヤーマフはね、頼んだ。アグノは結果変えなかったんですよ。私、なんか、欲しい色がね、なんも売り切れててなかったんです。でも、頼んだんですけど、届くかな。届くかな、イヤーマフ。結構、明日届いてほしかったけど、全然無理だった。明日、間に合わなかった。まあ、とりあえず、長島までに届いたらいいんで。あのね、手袋、新しい手袋買いに行こうかなって思いました。明日はワクワクなの。明日はね、ワクワク。明日は、ワクワクするから、ワクワクするからさ、ワクワクするから、そういうなんか、本当はそのイヤーマフつけてお出かけしたかったんだけど、あれでした。うん、明日ワクワクデーなの。まあ、楽しみに会計待ってます。いや、全然明日別にその解禁事とかあるような。まじ全然プライベート。明日全然プライベートなの。明日全然仕事とかじゃない。まじ普通にプライベート。全然プライベート。ごめんね、みんな気を、なんか、ごめんね。めっちゃプライベートワクワク案件を 楽しみます。あ、でも明日なんかあった気がする。ないかも。プライベートめっちゃ久々なの。お出かけ。お出かけっていうお出かけじゃないけど。でもなんか今日もなんかさ、久々にチームイートあって。なんか、久々だねーってなった。楽しみますよ。みんなも明日楽しんで。だからそろそろインスタに載せれるような写真撮りたいわ。インスタに載せれるような写真撮りたいわ。あ、USJ の写真ね、載せようかな。
そう、みんなちょっとそこまで見ました。ロキポで見れるんで見てください。まあ、カホとさ、案件、ね、新規案件来た時にさ、USJ? みたいな。USJ? そんな、USJ 行けることあんの?みたいな。びっくりしちゃったよ。そう、大阪の仕事はあれでした。やっぱりもう何年ぶりとかですよ。前もさ、ちょっとそこまででさ、菅原さ、行ったんだよね。前も行ったんだよね。群馬?茨城?群馬だっけ?どっか行ったんだよね。ひなのと一緒に行ったんだよね、ちょっとそこまで。前も。ポッカ札幌のさんの本社に行って、群馬か。行って、で、また、USJ 行って。多分ちょっとそこまでのさ、菅原、遠征全部行ってる気がする。こんな行ってていいのかな、菅原。行っていいのっていうぐらいめっちゃ行ってるんだよね。びっくり。ね、ほんと恵まれてますよ。でも USJ とかも普通に、なんかお土産くださって終わった後に。ですよ、収録終わった後もなんか30分ぐらい、3、40分ぐらい、なんかお時間いただいて、カホと一緒に。チュロス食べて、クリスマスツリー、違う、の前で写真撮って。ありがたかったです。お土産もらって、みたいな。いいんですか?ってなっちゃった。すごい可愛いお土産をいただきました。でも本当にすごい、結構こっちゃん?こっちゃんと昔行ったけど、記憶なさすぎて。んで、また今年中に行けたらいいなって、すごい思いました。残り2週間ぐらいだけど。行けたら最高だよね、ユニバ。みんな行けることを祈っといてください。ってことで、59分になりました。皆さんぜひ、ロッキポ見てから、ちょっとそこまで見て寝てください。明日はもう午前中にメイク配信すると思うので、よかったら出会いましょう。出会いましょう。午前中に。午前中に皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。じゃあみんな見てくれてありがとう。おやすみなさーい。